AC3D は1994年から存在する 3D デザインプログラムである。このソフトウェアはゲームやシミュレーションの 3D グラフィックのデザインに使われており、有名な例としてはラミナーリサーチにおいて X プレーンのシーン制作者により使われている。また AC 形式はフライトギルでも背景オブジェクト及び飛行機モデルに使われている。はじめに アミーガ上で開発され、そのコードが、その後、GL グラフィックライブラリを使用して、シリコングラフィックスのワークステーションに移植された。当時、ユーザーインターフェースは、XWindows システムおよびモチーフを用いて実装されていた。Linux 版は1994年にインターネット上でリリースされた。Microsoft Windows 版は移植しやすい TCL TK スクリプトライブラリーを指示して、XWindow システムインターフェースを廃止した際に、続いて登場した。2002年、i n ビス i s Limited は、AC3D の全知的財産権を買収し、ソフトウェアの開発及び販売を継続した。同社はソフトウェアに AC3D の名を継続することを決定した。2005年、AC3D の MacOS 展版がリリースされた。 AC3D のモデリングはポリゴン、サブディビジョンサーフィスベースである。他の 3D ソフトウェアと異なり、AC3D はポリゴンよりもサーフィスに注目させる。AC3D のサーフィスは、ポリゴン、ポリゴンアウトラインまたは、ラインとなりうる。AC3D オブジェクトは、サーフィスの集合となる。AC3D は、広く様々な 3D ファイル形式を読み書きすることが、 可能であるものの、主に AC3D 独自の ASCII ベースの AC ファイル形式を使用する。イニビスは、セカンドライフのスカルプティットプリム形式の公式認可されたサポートを提供する最初のサードパーティーベンダーである。他の 3D ソフトウェアパッケージのためのエクスポータも存在するものの、イニビスが単独でユーザーサポートしているにすぎない。 AC3D への追加の機能は TCL、TK TC スクリプトや C、C 動的ライブラリーによって追加可能である。ソフトウェア開発キットはライセンスを持つユーザーが利用可能である。ありがとうございます。